バラライカチャンネルこんにちは、進行役のキメイ丸です。皆さんのお家ではテレビ録画は HDD でしょうか？私の家も HDD ですが、その他に VHS ビデオデッキを持っています。2002年発売のハイハイデッキです。パナソニック製で現役稼働しています。ビデオテープが結構あるのですが、カビが発生し始めたのでバックアップしようと思い、こんなものを入手しました。Amazon で探すと中国製品ばかりなので、メルカリでバッファロー製を入手しました。ビデオデッキはこれです。2002年に購入したものです。本体とリモコンの他に説明書と保証書がありました。全盛期の日本製、故障は一度もありません。パナソニック製の NVHX37YG というモデルです。あまりにも汚いので8倍速で掃除します。禁煙してから10年以上ですが、おそらくその時の闇でしょうね。本当に頑固な汚れです。幸いアルミボディは吹けばピカピカですわ。前面のパネルも吹きます。テープの取り出し口は固定されていないので吹けませんね。なんでも2016年に府内が生産終了して、ビデオデッキの時代は完全終了になりました。しかしながらデジタルメディアの寿命が短いような話を聞きました。巷ではカセットテープも復刻の兆しがありますよね。実際30年以上持ってますからね、私のビデオテープ。CD メディアや DVD メディアは品質悪いものは読み取れなくなってますね。でもカビは物理的にダメですね。ずっと放置していたので、汚れは頑固です。もう汚すぎて、掃除が時間かかりますわ。
すっかり綺麗になりました。背面はコンポジットのみというシンプルさ。もちろんアンテナの接続はあります。S 端子もないのが時代ですね。入力に接続されていたので、出力に接続し直します。さてそれで刃接続していきましょう。早速箱から出してみます。サービスマニュアルと USB キャプチャデバイス、コンポジット端子と接続アダプタ。メルカリ出品者さんがプリントしてくれたマニュアル。マジありがたいです。ここからは PC 画面で操作します。キャプチャーする技術を身につけたので、早速使っています。すでにドライバーはインストール済みです。そしてアプリケーションをインストール。起動しました。デバイスの接続が確認できます。それでハビデオデッキでテープを再生します。保存場所をわかりやすく変更します。デスクトップにしておきますね。それでは PC 側で録画してみます。30年前に TV 放送していた、トムとジェリーを録画したものです。私はジェリーより、ちょっと抜けてるトムが好きです。当時のテレビ放送は、真ん中にさらに古いアニメが挟まれています。実はそのアニメの方が好きです。
録画を停止してみて、保存されている動画ファイルを確認します。おお、正常に録画されていますね。今度は違うテープで確認してみます。高校時代にコピーしてたバンドなんだけど、画面は映さない方が良いかな。当時はインディーズの U とか言われていたバンドなんですけどね。他のメンバーに嫌われて、今は一人でやってるみたいですね。和解したみたいですけど。現在の曲も好きですね。スイートバッドジャーニーが良いです。札幌のツアーも2年連続行きました。でもほぼ客はいなかったので、二度と来ないでしょうね。このビデオは、ザ・ウィラードのライブビデオです。ちなみにこれです。録画を停止して確認します。録画を確認。正常にセットアップ完了しました。これから暇な時にバックアップしたいと思います。今回の動画は以上となります。気に入っていただけたならいいねボタンを、気に入らなくてもバッドボタンを。よろしかったらチャンネル登録、お願いいたします。それではまた次回。アディオス。